はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2シーズンファイナル、今回はアマゾネステオドラ皇帝でやっていきます。で、前回の皇帝はネレイドのメディテ皇帝で、あとはフリーファイター女、宮廷魔術師女、ハンター、モール族といった編成でした。で、今回テオドラ皇帝でダンタークとワグナス倒せば最終皇帝かなとちょっと思ったんですけど、クラス的にはまだもう1回分余裕があるんで、今回はコムルーン火山が爆発しそうなはずなんで、はずなんでっていうのも変ですけど、コムルーン火山が爆発すると思うんで、まあ、それはイベントとしてやる。で、ワグナスを倒して年代ジャンプをして、で、次の工程でまたやって、で、最終工程につなげていこうかなと思ってます。で、今回の編成としては、アマゾネステオドア皇帝で、インペリアルガードの女性、フリーファイターの男性、陰陽師のマキビ、まあ、こいつ使うかなって言われたら多分使わないようなクラスではあるんですけど、一応入れておきました。で、あと、術要員の、軍師丹福といった編成になります。で、まだインペリアルガードの男性とかね、イーストガードとかデザートガードとか、そこら辺が残ってるんで、もう一ターンいけるかなと思います。まあ、そんな感じで、今回はやっていきます。ふう、金は60万少ない。で、月島の地震が増え、コムルーン火山が活性化してるんで、これはやりましょう。感謝の言葉もない。地震かな、あれどうすんだっけ。ゼミオの族長に話すんだっけ。大爆発が迫っている。これで避難させんのか。逃げよ。では、コムルーン火山行きましょう。レニオンで初戦闘、バク、アマゾンストライク。で、テオドラはもう皇帝なんで、まあ、別に得意武器にこだわる必要はないんで、幻獣剣を装備させてるんだけど、技を覚えさせてくるの忘れた。この戦闘終わったらちょっと、しかもこいつ装備してねえし、クロスクレイモア、アキリツ、防御、グッダグダやな。で、マキリはちゃんと、多分闇術使わない、ストーンシャワーとアースヒールを覚えさせてあります。タンクは今回は光と水を鍛えるためにアークサンダー、まだギャラクシーがね出てないんで、533、アークサンダーも攻撃力的には悪くはないから。ストーンシャワーいくつ当たる。500か、やっぱ弱えな。パンチ、もう一回アバロンに戻ろう。これはでは破壊しましょう。あれ、どこに行った。ハンマー持ってきてね。くそ、ハンマーよこせ。私がやろう。死ぬことはない。これだけ強いパーティーなんだ。時間はない人って、もうすでに頂上まで行ったんだけど。一回コッペリアがいる。あれ、運河が先か。わかった、任せよ。100万円いっちゃった。まあ、こいつは使わないからいいや。完成、ヒラが20世、さすがだ。コムルーン火山よ、私は帰ってきた。溶岩を砕くために。今の俺ならやれる。なるべく全体攻撃でやっていきたいんだけど、物がない。スチオスイッチを使っとくか。で、ストーンシャワーのアークサンダー、まあ、魔法で基礎できるでしょう。水長1900とか普通に強いな。水長剣、岩には岩を。さらに硬いもので砕くと思ったら全然ダメだ。いや、もともとこいつはね、硬いからね。音速は多分無理だな。だったら交流圏で普通に竜の力を持って岩を砕く。
アークサンドリア。この回って結構食らう。交流拳214、全然マシだな。シーズン2の時に比べれば何効かない。さすがに硬いか。水晶拳格が違うんだけど、これクロスクレイモアだな。このまま押し切ろう。回復はしない。滑殺の方がいいか。滑殺化石症か。清流拳使ってみよう。じゃあ太陽光線でいいや。光の力をもってして砕く。ダメだこれ、光の力が効かねえんだ多分。700とか異常な力を持っている。300、まあまあまあ悪くない。一体来たか。ちょ、生命の水で回復させておこう。交流拳意外に硬いね。やっぱりコブルーン火山化石症145か。そろそろこのターンで型をつけたいんだけど。じゃあ何で攻撃すればいいの？なくね？回復するしかない。混合武器、清流拳の力を上げる。無駄だった。あ、フリックスかなっけ。大丈夫だった。すっかり忘れてた。もうなんか全然いろいろ忘れてんな。点がだって3000もあるからね。これはもらっておきたいよ。やっぱりほらやったぞ。あれ、これでもう一回話せば。ちょ待って、仲間にならん。あ、そうかそうか。なんか前もさ、こんな下りやんなかったっけ。では白露城へ乗り込みましょう。まあここもパパパッと。じゃあこの雑魚敵を倒していきましょう。よく見るやつだな。そこら辺に出てくるのと大して変わんない。水長でうまくいけば一発で倒せんじゃないか。誰が早く攻撃するかがちょっと安定しないからね。ゲスタンしちゃった。君子意外にね早いんだよね。結構先制を取れる。で水長剣で終わり。桁が違う。ワグナス、城がない。でこの奥に何気に扉があって金が取れる。敵がいなくなってるんで、ここの宝箱も回収しておきましょう。じゃあ詩人シリーズをちょっと回収しましょう。5個、縦80万か。やっておこう。白露城がチョントン城にあるね。まあ今回はチカパ山から行きますけど。さあ頂上へ着いた。素晴らしい音楽をありがとう。私たちの村にいらして。イーリスの村、協力できることがあればお手伝いする。風を操る民。あ、もうここで仲間にできるんだ。ちょっと浮遊城はまだ。あそこの宝箱欲しいって言って、ワグナスを何とかしてワグナスをと。ワグナス倒さないと先へ進めない。だからワグナスを倒したい。これちょっと大丈夫か。一応ウェンディって言うんだね。
この能力で弱くはないと思うんだけど、弱くはないと思うんだけど、まあ行くか。浮遊場へ乗り込む。めちゃくちゃ高いとこにあるな。もう飛べません、ジャンプしてくださいって。危険すぎる。私は大丈夫です、お気をつけて。よっぽど無理したんだな。帰らないっていうか帰れないんだけどね。宝箱回収したい。ドレッドナイトか、こいつ結構強いんだよな。ただ強い敵の方が交流剣560強すぎる。強い敵の方が技を覚えられるんだけど、まあでもそれなりか。経験点もそんなに高いわけじゃない。10万円。右にもあるんだよね。これも回収しよう。ヘルケスターみたいな。この辺の敵は水翼の迷宮の結構奥深いところで会ってきたから、まあ、敵のランクとしては高そう。まあ、700ももらえるしね。で、ドレッドナイト。音速剣からね、残像剣とかも覚えられるはずなんだよね。残像剣覚えたいんだよね。まあ、高速剣覚えられればそれに越したことはないけど、まあ、使いやすい全体攻撃が欲しい。13万円。このスイッチなんか意味ある？ここが開くだけなんだけどさ、めちゃ近くにあるし、別に敵が守ってるわけでもないし、あんま意味ない気がするんだけど。そういやブルードラゴンいたな。ちょっと腕試しに戦ってみるか。漂流だった。千切り、全力でいく。青龍剣フェイヒンでさ、スタンさせらんねえかな。アークサンダー一回やっとこう。1300、1000、セリフ2000、マジで。うわ、集中して食らうと死ぬ。あ、一応スタンするはする。ただこいつより早めに動けないからな。回復が生命の水しかねえわ。本当に蘇らせるだけだな。いけペイン、スタンしろ。よし、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。ペインの有用性をちょっと見出してきた。ただ早めに動けるっていうのが絶対条件だからね。999回復するっていうのがきつい。痛い、パンクラッシュ。痛い。オッケーオッケーオッケー。行動後防御だからアマゾンストライクは。ただし回復には一人回さないと耐えられないからな。エリクサーやっぱり覚えておいた方が良かったかな、蹴散らないで。やばい、生きてる。てか皇帝なんでダメージ食らないんだ。ペインがやっぱちょっと遅い。どうする、こいつを回復させよう。もう一回スタンさせてくれればめちゃでかいんだけどな。よし、オッケー、倒した。4444、めちゃ上がる。終わり。ボーパルソード、これ体験だっけ。42、人を切るのに向く。どうなの、対人特攻ってこと。一応装備させとこう。弱くはないから、40超えてるってことは強い。むしろ金、ボーパルアックス、これも対人専用か。13とか、こっちは超弱えな。
何なんだ固定敵赤鬼てかさ、ちょっと調べたんだけどテオドラ、あの高速拳とか覚えないわ。あのもうキャラクターによって覚えられる技とかが決まってるんで、それ見たらね、テオドラ槍は全部覚えられるんだけど他のものが大して覚えられなかった。だから全力でいく。槍はもう1本しか持ってきてないからね、インペリアルガードの王の座には誰もいない。ちょっとねこいつ倒したら最終工程が出てしまったんで一旦帰ります。忍者をね仲間にしたいので忍者イベントをやっていきます。南ロンギットをまだ制圧してないんだけど、追憶の迷宮に行って忍者を仲間にしていきましょう。忍者、まさか皇帝この遺跡に目をつけたなんてね。何でも手に入ると思ったら大間違い。財宝を手に入れるのは私。じゃねー。牢屋がある。ちょいとそこ行くお姉さん、ポチッと踏んでくれないかな。いや踏んだらさこっちが捕まるでしょ。あっちが開いてこっちが捕まる。まあいいややろう。そのまんまだな。動け。あなるほど、私が相手だ。オーガバトラーだよ。あそう、めんどくさくなったんでラピッドストリームにした。雑魚戦だったらラピストでいいでしょうってちょっと思って。行動順番も決まってるしね。皇帝が動いて上が動いて下が動いてっていう順番なんで。スリッチハンマーあいつ皇帝を罠にはめて確保はできてんのか。女子供のしたことだ、許してやろう。ドンキッド界よりも広い心、体でバッチリお返し。あ、こっから来てんだ元ネタ。アバロンで待っている。あ、帰っていった。ここで帰っていったね。なんか帰りたいっちゃ帰りたい。帰るか。2回目、こいつも大変だな毎回毎回ここまで。ワグナス戦やりましょう。第一形態、ちょっと待って、退却できない。ラピッドストリームになってんだけど、まあいっか、行くしかない。これで千切り、まあ、まずは全力で。あ、ちょっと待って、混合力は入れておく。それなりにダメージが上がるからね。1700で混合力入れて、ストーンシャワーも1000くらいでしょ。600だって1000もいかなかったで2500。セルフバーニング来るか。どうしよう、高速混合ストーンシャワー、こいつがないんだよな。まあいいか、整理券槍もなかったわ。これは大丈夫。1003か。やっぱり千切りに比べればダメージは下がるな。500も食らうのか。ウィンドカッターだけだったらなんとかなる。で高級傷薬でしっかり回復しよう。アースヒール入れて
2400、いいね。行動順が制御できるのはかなり美味しい。3人くらいか。ただ第2形態だったらそんなに攻撃が激しいわけではないんで、サイコバインドさえ来なければなんとかなる。サイコバインドを撃たれる前に肩をつける。問題は暗闇族が当たるかどうか。あ、倒した。これでヤウダも平定。195年、陽明行きましょう。書状はレオンの封印したダンジョンで待つ。クジン氏、書状ってことは書いたんだよね、クジン氏が。実は達筆だったりね。ワイブ、なぜ変わっていない。レオンの記憶を受け継いでいる。問題は七英雄。今まで倒した七英雄は全て生きている。彼らは眠っているだけ。本体がどこかに隠されて破壊しない限り死ぬことはない。それが彼らの強み。そしてクジン氏が目覚めた。七英雄の間には血の誓いがある。最後の一人は仲間の本体を守らなければならない。最後の一人になれば必ず本体の場所に行く。そこで戦いを挑む。嫁様嫁様って。チカパ山の向こうに私たちの住む名もない町がある。というわけで最終工程登場しましたので、まあ最終メンバーは、まあ、最終工程にホーリーオーダーダンジョンを入れて、で忍者入れて、あとサラマンダーでも入れておきますか、のメンバーでいきたいと思います。まあ、メンツ的には今回は1ターン分くらい余ったから、まだイーストガードとかね、デザートガード、ノーマットも使ってないし、それなりに人数は余裕があったんで、まあ、最終工程さえ出ればね、もうここから先はメンバー変更はないんで、七英雄倒すところまで突っ走っていきたいと思います。まあそんなわけで今回はここで終了したいと思います。次回最終工程1回分で終わるかどうかはわからないと思うんですけれども、まあとりあえず、まあ、次回その次あたりが最終回になると思います。まあ、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。